その前に、まずは木登りをご覧ください。少しユーモラスでしょ？そうです。しゃくとり虫のようですね。デモンストレーションはこれまでにして順を追って紹介していきます。これが私です。これは座るための座席部分であり、こちらが足を乗せる足台部分です。これは大切な命綱です。では分かりやすいように木の幹に取り付けます。これが座席、これが足掛け棒と足乗せ台です。座席、足台をつなぐ短いロープと座席と体を結ぶロープとがあり、このロープは準備の時からたすき状に肩にかけます。座席、足台それぞれに幹の太さに合わせる穴の開いた角パイプがあって、ワイヤーとピンがついています。それでは一緒に現場に入りましょう。私を持ち運びするのは簡単です。現場に着くと点検をして準備開始です。まず登る木の幹に座席、足台の取り付けです。幹にワイヤーを回してピンを角パイプに差し込み、ゴムで固定します。次は使い方です。つま先を足掛け棒の下にこじ上げるようにして足を乗せます。次に体重を台に移し、立ちながら座席を引き上げて座ります。命綱は座席のワイヤーに沿わせるようにします。作業には命綱が必要ですが、今日は見やすくするために使いません。これで準備が終わりました。いよいよ木に登ります。座って足で足台を上げ、その上に立って座席を手で上げます。座って台を上げ、立って座席を上げる。座って上げ、立って上げる。このように体重を移しながら連続して登ります。木の幹を回るのは、体を少しひねりながらワイヤーを少しずつ回し、足で手で上げていきます。
上に登ると幹の太さが細くなり、ワイヤーが緩みます。その時は角パイプの穴をずらしてピンを差し替え、ワイヤーを締めます。ワイヤーには丸ゴムをかぶせてあり、体重をかけると滑りにくくなります。また大事な木の幹を傷つけません。今度は使い方を見てください。しゃくとり虫よろしく。座って立って、立って座って、座って立って、次は木の幹を回ってください。今度は降ります。降りるときは登るときの逆の要領です。登り降りのコツはテコを利用し、ゆっくりとリズミカルに動くことです。体はできるだけ木の幹から離し、座席に、足台に体重をかけます。今度は枝打ちをお願いします。このように止まったときは安定した状態ですから、安心して両手が使えます。油断大敵。体重を確実に移してから次の動作を行います。最後に真ん中にうっそうとしている杉の枝打ち作業を見てもらいます。肩からのロープは命綱の役目も果たします。どうですか？頑張ってるでしょう。ここで特徴をまとめます。持ち運びが簡単、誰でも手軽に使用、作業がスムーズ、両手が楽々、安全を第一に、木の幹を大切に、ワイヤーはレギュラーサイズ以外のものも別に用意してあります。登って簡単、使って楽々。木登り与作の仕事ぶりはいかがでしたか？